はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。先日ね、ストラトのお話をさせていただきましたけど、ピックアップのお話なんですけど、やっぱりね、ちょっとどうしてもね、ちょっと続きをお話ししたくなっちゃったので、この動画を撮っております。何かというとですね、先日の話とちょっとつながるというか被る部分もあるんですけど、このピックアップね、ストラトですよ、3シングルのストラトの、ね、ピックアップ、これにおいて特にこのリアのバッキングでね、ズンズンした、非常に歪んだ音を出したいと、メタルチックな音を出したいね、オーバードライブを出したいって言った時のお話なんですけど、シングルでハムの音は出るのかそもそもっていうとこなんですね。で、シングルで、このシングルのスタイル、このピックガードを変えずに、この形で、なんとか分厚いハムのような音を出すにはどうすればいいかっていうところなんですけども、よくあるのがね、ピックアップ、最近は結構ポピュラーになってきたと思うんですけど、このピックアップシングルの形に、この2本入ってるやつっていうのあるじゃないですか。ホットレールとかホットテイルとか、なんかそういうふうに言うらしいんですけどね。いわゆるこの、ここに2本あって、いわゆるハンバッカー、細いハンバッカーにしてるっていうやつですね。あれはどうかっていう話なんですよ。あれは私なりの見解っていうか、私なりのコメントをさせていただきますと、あれは形は構造上はハンバーガーになってますけど、僕としてはやっぱりね、シングルの延長だと思うんですよね。というのが、やっぱりスペースの関係で、このシングルのところにね、ピックアップのところにぴったり入れるようにっていうことで、この普通はこう2本分あるハンバッカーをシングルにビュッてこうしてるじゃないですか。そこにシングルを無理やり、シングルのところにハンバッカーを詰め込んだような形になってますので、やっぱりね、スペースの関係でコイルね、ハンバッカーって何が大事って言って、ハンバッカーというかピックアップですね、何が大事っていうと、これコイルなんですよ。結局このピックアップの周りコイルで、先日ね、ちょっとお見せしたのがあったと思うんですけど、コイルがこうぐるぐる、銅線がぐる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 巻いてあって、電磁石で振動を拾うってやつなんですけど、コイルの巻き数ってかなり影響するんですね。当然大きく巻いてる、それから強く巻いてるっていうのかな、なんて言うんだろう、巻き数はかなり音に影響してきます。そんな中で、ホットレールっていうやつは、このスペースの中に2本分の入れてるっていうことで、実質銅の線が細くなったり、あと巻き数の数がどうしてもそんなにたくさん巻けない。で、ここに磁石を2本入れなきゃいけないっていうんで、磁石の1つあたりの磁力も弱くなっちゃったりしてしまって、結果的に見た目はハンバッカーっぽくなりますけど、シングルピックアップと変わらないと僕は考えてます。中途半端ですね。こんなこと言ったら怒られちゃうんでしょうけど、あれはやっぱりね、中途半端だと思います。あれをするんだったら、もうハンバッカーをバーンって入れた方が、音は明らかにハンバッカーのいい音がします。ホットレールとかホットテールってやつは僕はね、勧めないです。レコメンドしないです。あれをどうしても入れたい、シングルのとこに入れたいのであれば、もうイングベイピックアップをね、入れましょう。新旧関わらず、ディマジオの HS3 でもいいですし、今のダンカンフューリーでもいいですけども、どっちでもね、もうそれは好き好きだと思うんですけど、そちらをインストールするのがまだいいと思いますね。で、あとね、このシングルコイルでハムの音を出すっていうのは、エフェクターをかけるっていうのもあるんですよ。確かね、専門ダンカンさんから出てたと思うんですけど、ピックアップの音をシングルからハンバッカーに変えるみたいな、エミュレーターみたいなね、ボックスがある。それから最近のマルチだと、確かデジテックがスタートだったと思うんですけど、シングルからハム、ハムからシングルにっていうね、エミュレーターがあってね、音をこうね、ちょっと変える、シングルをハムっぽくするとか、信号の増幅を多分、こうなんかやるでしょうね。そういうのがあって、ハンバッカーからシングルプレイ音をするみたいなのがありますから、エミュレーターを使うっていうのも一つの手です。マルチをねお持ちの方であれば、ちょっと中身をずっと見ていただくと、結構そういうのが入っているものもあるので、それを使うと意外と簡単にね、シングルなんだけどハンバッカーのような分厚い音が出るというごまかしというか、ごまかしかな、そういうテクニックもございます。で、究極的には、でもそれってほら、でもそれってエフェクターがないとやっぱり成り立たなかったり、違うシングルピックアップのギターを持ってきたらちょっと音が変わっちゃったとかっていうあり得るので、やっぱりね、もうハンバッカーの音が好きならハンバッカーを入れましょう、バンと入れましょう。
というのが私のオチです。これあのね、ハンバーガーが好きならハンバーガー入れたらいいですよ。もしくはハンバーガーのギターを使う、もうね、こういうストラトじゃなくってストラトタイプのいわゆるスーパーストラトと言われるようなものもいっぱいあるのでね、そういうのをもう使う、割り切って使う、もうね、好きな音が出るギターを買うのがね、使うのがね、一番いいと思います。ということで、最後まで見ていただきどうもありがとうございました。今回の結論としてはですね、シングルでハムの音は出せないことはないけど、それは結局そのまあいろんなエフェクトの技術とかね、そういうのによって音を変えてるだけの話なので、ハムがいいならハムのギターを使いましょうという動画でした。まあ言い換えるとね、ストラトにこの状態でハムの音は出ないよっていうことですね。これは出ません。もうそう思ってください。ピックアップの構造が違いますね。ということで、ここまで見てくださったのにね、こんなオチかよっていうのあるかもしれませんけど、もうね、割り切っちゃいましょう。ということで、この回はここで締めたいと思います。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。こんな私ではございますが、弱小 YouTuber の私を応援、ぜひ応援してください。ぜひですね、そのためには皆様の、クリックとですね、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。失礼します。ヒロでした。バイバイ。